どううもギターを弾きましょう今回は「ギターを弾きましょう」のコードフストアで販売しているコードフ PDF データです、ね、を購入後スマホでダウンロードしてファイルに保存する方法についてご説明したいと思います皆さんが日頃ちょっと馴染みがあるかなと思うんですけど写真アプリで画像データを取り扱うのとは扱いが異なりますで PDF データなど書類データを スマホで取り扱ったことがないよっていう方は是非今回の動画で参考にしてみてくださいで今回は iPhone13 の場合で解説したいと思いますえスマホにはですねファイルというえアプリがありますファイルアプリは iPhone や iPad などに用意されているファイルを管理するためのアプリで iCloud ド,ドライブ iPhone 内に保存されているファイルを取り扱うことができます今回購入いただいたコード譜の PDF データはこのファイルに保存します はいではですね PDF をダウンロードしてファイルに保存していきましょう購入後の画面またはメール画面に青いダウンロードボタンというものがありますのでそれをタップしますはいそうすると購入時に入力したメールアドレスを入力してくださいと出るのでここに入力しますはい入力して青いボタンをクリックしていただくと「ご購入いただきありがとうございます」というダウンロードページが出てくるのでここのダウンロードボタンからファイルをダウンロードしてください はいでここ設定によってはですね、えー、英語表記になっちゃう場合があるんですけれども「whenyoubuy、えー」When you buy「買った時の、えー、あなたの E メールアドレスを入力してくださいねと」と、えー、同じこと書いてあるだけなので、えー、日本語の時と同様にメールアドレスを入れていただければ、えー、そこでダウンロードページに飛ぶことができます。 でえっと、ゲスト購入と会員登録で購入っていう2種類あるんですけれども会員登録をしてもらってから購入しておいた方が、えー、購入履歴のページからですね、えー、ダウンロードもできるので便利なので、えー、会員登録での購入がおすすめですで次にファイルの保存方法ですダウンロードをタップするとコードフデータが開きますで共有ボタンをタップしますで項目がいくつか出てくるんですけれどもファイルに保存をタップします で、えー、保存先を選んでいただいてまあこの iPhone 内に入れた方が分かりやすいかもしれないんですけれども iCloud ドライブの保存先もえ分かるよっていう人はそちらに入れてもらっても大丈夫ですはいで、えー、保存先を選んでもらったら保存ボタン右上の保存ボタンを押しましょうはいお疲れ様でしたこれで今ご指定したフォルダにダウンロードしたコードフ、PDF データですねを保存することができました えー、コンビニで印刷するまでの流れもですね動画撮ってるので是非概要欄の方から参考にしてみてくださいいかがでしたでしょうかスマホの画像といえばやっぱりこう写真の画像写真アプリっていうイメージが強いんですけれども、えー、書類 PDF データとか書類はまたファイルっていうフォルダがありまして、えー、まただですね場所保存している場所が違うっていうだけなので慣れてしまえば結構取り扱いもしやすいんじゃないかなと思います最後までご視聴いただきありがとうございました